はい、1週間お世話になりまして、帰りに何かお土産を持たせてくれました。ありがとうございます。お弁当だって。こちらちょっとあれだね、途中で見ようかな。エゾエースだけちょっと1本飲もうかなと思います。じゃあ今日は下の方に南下していきたいと思います。お弁当をいただきました。朝ごはんに食べたいと思います。あ、目玉焼きとソーセージ、おにぎりコーヒーも入れてくれてる。ありがとうございます。肉味噌大葉ですね。おいしい。おいしそう。おいしい。八戸とかだから確かに青森だから、ね、今日は丸七さんのオフ会メープルキャンプ場に向かっております。久しぶりですね。冬に来ましたのでそれぶりでございます。になっていて、ライブがあるそうです。そして一角では丸七さんのオフ会となっております。メープルキャンプ場は冬にアミティですねの撮影で来ていて、今回2回目でございます。お母さんがいなくて寂しいのにね。
先生、始めてました。始めてます。もう皆様お好きにどうぞ。どのタイミングで始めようが自由です。あ、ノンアルでもうまいぜ。普通にコンビニ弁当です。いいじゃん。いいじゃない、いいじゃない。こういうのいいよ、こういうのでいいんだよ、うん、そう、何もしないっていう、うん、いただきました。あばしりサイダー、マルナさん、オフ会です。皆様お集めいただきありがとうございます。乾杯。リーサートラン、いいね、いいね、いいね。え、牡蠣のやつ持ってるんだ。そう、さすが。そうよ、違うね。あ、もう何もかけずにいただける感じ。あ、そうね。やば、あ、いいじゃん。ヨンヨン、ちっちゃめなんだけど、でも全然十分よ。うん、いただきます。おいしい、幸せの極み、うん、うまっ。なんか味濃いですね。うん、なんかやっぱちょっと濃い気がする。うまみ、いいこと言うね。うん、うまみだ。うん、うん、どんな味がしますか。どんな味がしますか。せーの、美味しい味がする。ただの身内ネタなんですけど、お味、美味しい、美味しいは大体味だよね。グッドテイスト。使っていくことで浸透していくね。そうだね、うん、自分では気がつかなかった。大変、めちゃめちゃ大きいです。え、それ当たりじゃん。当たり、すごい、でかでか。 L サイズレベルの、うん、LL サイズレベル、すごい。ドルルルン、うん、プル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 、いいね。え、全然すごいね、これ。すごい当たりだ、うん、おいしい。何出してきたし、シータの踏み、あ、すみ出してきた。あ、これほら、これっちゃ外れだもん。あら、しかも焼きすぎてるけ。これシータの踏み、うん、うん、うまい。やっぱちょっと匂いが、名札を書いてくれました、高橋さん。そして今シーシャの炭を起こしてもらって、シーシャを吸いたいぞって言ってると。ありがたや。やっぱ北海道の新車は必須。こっちも美味しいのあるし。はい、チョモカ、名札。最高。そういう感じなんだ、ね。新車を作っております。ありがたや。いいね、もういい匂いする。ね、うん。畠山農園さんのネギと、あとチョモカさんが持ってきてくれた塩ホルモン、サガ、あ、違った、塩サガリ、豚サガリ。で、これから、小肉さんが、ちょっとね、あの、なんとなんと、鶏こ肉を差し入れていただいたので、それを焼いていきます。いいね、最高やん。キャンパーあるある、扇風機で送風、炭起こし。いや、もう自動炭起こし機出番だし。こ肉さん、いただきます。これこそネギじゃん。そう、それネギ切ります。まずさ、ハサミとかでバカバカに切っちゃうから、うんうん、ネギ担当。あ、そうだ、ネギ。あ、これの2人でしょ。あ、そうだね、まだあるから。ここでスピード重視。お、早っ、さすが富子先生、早い。おだてでもやると思ってるだろう。あ、なんか目にしみる。え、そうなの。玉ねぎじゃないのに、新鮮な証拠かけ。あ、スマホどこやった。え、それは知らない。ないかい。やっぱ北海道の人の方言かわいいな。本当？何何なのかいって小野曽会長と。ああ、会長よく言うね。うん、そっか、丸南さんはよく言う。マジで私そんなに言ってる。何何なのさの人と何何なのかいの人がいる気がする。おいしそうっす。お、いいんですか。おいしそう。旦
ってすごいね、ネギとの相性がすべていい。近い近い。すいません、なんかすごい短い告知の間でこんなに集まっていただいて嬉しいです。ありがとうございます。とりあえずまあ一回乾杯しましょうか。はい、では乾杯。皆様の出会いに乾杯。醤油をかけて、ね、美味しいの今だけだからね。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。いただきます。いただきます。うん、美味しい。まさかの小田原ドラゴン先生参戦で私は非常に嬉しいです。では、今日一日こんなピンポイントの募集に来ていただいてありがとうございます。はい、では乾杯。乾杯。乾杯。なんか固まってるしかも取れてないかも。ラインを。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。やった。嬉しい。嬉しい。嬉しい。あ、いただきました。後でゆっくり混ぜていただきます。はい。ですね。お昼寝するので上をポップアップしたいと思います。このようにして昼寝をします。おやすみなさい。雨降ってきました。超快適。なんでこれこんな強いの。北海道にあるショーティーさん来た来た私泊まりにしたもんね。したもんね。いやそう、いやよかった。絶対会えないわと思って、ね、日帰りプランあったんかいと思って2時まで待っていただいてありがとうございます。ありがとうございます、はい、すごいこれぐらいの人数すごいちょうどいいなと思って、みんななんか私の知っててみんないい人たちばっかり集まってよかった、安心してました。とりあえず、まあ、楽しんでいきましょう。皆さん お飲み物はよろしいでしょうか。はい、はい、それでは乾杯。乾杯。わーい。わーい。わーい。乾杯。ちょっとで大丈夫。こっちも行きますよ。うわー、なんかすごいいい匂いしてる。牛の方はちょっとレアな感じで食べると、うん、これはショーティーさんがくれたハンバーグ。これ美味しい。うん、美味しいね。3万何もちゃう。安くもなくなるんで。そうですね。だいぶこれ、はい、重量級、こっちがグランピングっていうか、結構これ耐えれるかな。でもなんかいろんな色は透明がない。
昨日はこんな感じで参加させてもらってました。かわいいですね。ポップアップの車がいっぱいありますね。車中泊の人の朝は遅いです。それでは今日は函館に向かいたいと思います。